ジーンズ世界は二人のために、は、1998年に公開された、インドのロマンティックコメディ映画。シャンカールが監督を務め、プラシャーンとアイシュワリアーライ、ナーサルが出演している。作曲は、エイアール・ラフマーン。撮影監督は、アショーク・クマール。編集は、ビー・レニンと VT ・ビジャヤンが務めた。1998年4月24日に、公開され、 同年公開のインド映画工業収入ランキングで1位となり、ヒンディー5吹き替え版とテルグ5吹き替え版が公開された。アカデミー外国語映画賞のインド映画候補に選ばれたが、ノミネートには至らなかった。プラシャーンとアイシュワリアーラーイシャンカール映画は1年半の期間をかけて制作された。本作は他のシャンカール作品とは異なり、大部分が海外で撮影された。 プロデューサーは、アショーク・アムリ・トラジ、マイケル・ソロマン、サナンダ・ムラリマ・ノハルが務め、3人とも本作が、タミル・語映画デビュー作となる。アムリ・トラジが参加した、タミル・語映画は、本作のみである。シャンカールは脚本を完成させた後、インドの仕置き人の、技術チームを再結集した。映画のタイトルについて、アムリ・トラジによると、遺伝子の同音義語から採用されたものであり、 映画の内容に非常に適していると語っている。また、ラシトリアサハラ氏によると、タイトルを考案したのは、シャンカールであり、プラシャン・トトナー、サルガニ役を演じることから、双子の誕生は遺伝子の作用によって支配されるため、採用したとされる。1996年12月に、チェンナイ・バダパラニの AVM スタジオで制作発表会が行われた。 招待状はシャンカールから、タミル5映画界の俳優や彼の友人に手渡された。キャストとスタッフは、プロデューサーの依頼に応じて青いジーンズを履いて、出席した。シャンカールは、インドの仕置き人などに参加したジーバを、撮影監督に起用したにもかかわらず、三等出資版が起用されたと発表された。しかし、実際に撮影監督として、 制作に参加していたのはアショーククマールだった。主役にはアッパスが検討されていたが、彼は撮影のために1年間拘束されることに難色を示して辞退した。次にオファーを受けたアジットクマールも撮影期間に難色を示し、出演を辞退した。最終的にプラシャントが起用されたが、彼は本作の撮影に専念するために7本の映画を交板した。 ヒロイン役には、インドの仕置き人で、出演が叶わなかったアイシュワリアー・ラーイが起用された。彼女の声は、サビサレッティが吹き替えている。助演俳優として、センディル・ナーサル・ラージュ・スンダラムが起用された。助演女優としてラクシュミーとギータが起用され、ラーディカーがゲスト出演することになった。この他に、SP ・バーラス・ブラマニアムが降板したため、新たに、 SV シェカールが起用された。シャンカールはガンティ・マキニに役を演じさせるつもりでいたが、彼がに役を演じることが不可能になったため映画の内容がコメディ映画から恋愛映画に変更された。主人公一家のケータリング会社のシーンはラスベガスで撮影が行われ、その他のシーンの一部はユニバーサル・スタジオで撮影された。通常、ユニバーサル・スタジオでは、 アメリカ映画以外の撮影は許可されないが、アムリトラジの尽力で特別な許可を得て撮影することが可能となり、キングコングのセットや模擬地震体験で撮影が行われた。撮影はアリゾナ州のグランドキャニオンやカリフォルニア州の日の谷、マンハッタンビーチ、マリブコなどでも行われた。コロンバスの歌唱シーンはベニスビーチで数人のダンサーが参加して撮影された。 この他にニュージャージー州やニューヨークのワールドトレードセンターでも撮影が行われている。アメリカで45日間の撮影スケジュールを終えた後、シャンカールはクライマックスシーンを撮影するためインドに帰国した。撮影チームはプーベクルのシーンを撮影するため複数の国を訪れて世界の名所7カ所を撮影した。撮影されたのはピサのシャト エンパイアステートビルディング、バンリの頂上、タージマハル、エジプトのピラミッド、コロッセオ、エッフェル島であり、30日間かけて撮影された。パリでの撮影中に、ダイアナヒの事故死が発生したため、撮影が一時延期された。サウンドトラックは、AR ラフマーンが作曲し、バイラムトゥが作詞している。1998年3月に発売された。発売された。 オーディオカセットはエレガントでメモリアルなものにするため、販売店のオーナーはカセットをジーンズの衣料に入れて発売するように指示されていた。1998年4月24日に公開された。上映用フィルムは240フィルム用意され、同年公開のタミル語映画で新記録を樹立した。映画はテルグ語吹き替え版とヒンディ語吹き替え版が同時公開された。 タミル・ナード州では、公開日数が100日間を記録し、タミル5番とテルグ5吹き替え版は、工業的な成功を収めた。ムンバイでは、工業的に失敗している。rediff.com のラージタは、プラシャントのキャラクターを称賛し、アイシュワリアートナーサルを、これまで通り信頼できると述べ、ラーディカについては、彼女は、わずかな出番で栄誉を手にしたと批評した。 スタッフについては、前編通して結出したアショーク・クマールの撮影技術、記憶に残るラージュ、サンダー・ラムの振り付け、口ずさみやすいラフマーンの楽曲を称賛し、シャンカールについては、完璧な物語の流れとキャスト、スタッフのすべての要素から、完璧なものを作り出す入念さを得意とする傾向があると批評している。インディアン・エクスプレスは映画を陽気なコメディと表現し、 アイシュワリアーの演技とラフマーンの音楽を称賛した。インドリンクは3.5、5の星を与え、ジーンズ世界は二人のために、は、暴力シーンのない偉大なファミリーエンターテインメントです。しかし、3時間という上映時間の長さに耐える、精神が必要です。DTS システムを備えた劇場で見るようにして、くださいと批評している。デカンヘラルドは、 シャンカールの物語の方向性とプラシャーンとラクシュミーの演技を批判し映画を巨額の無駄遣いと告評した。映画はアカデミー外国語映画賞のインド映画代表作品に選ばれたもののノミネートには至らなかった。ノミネートされなかった背景には有力なヒンディー語映画が優先的に選ばれ多言語版映画が低俗な大衆映画とみなされていることが指摘されている。 タミル・ナード州映画賞では、最優秀コメディアン賞、最優秀女性プレイバックシンガー賞、最優秀振付賞、最優秀衣装デザイン賞を受賞しており、フィルムフェア賞南インド映画部門では、最優秀音楽監督賞、ナショナルフィルムアワードでは、最優秀特殊講果賞を受賞している。2013年11月、プラシャアーアンとは、 ジーンズにのプリプロダクションが完了したことを公表した。監督、プロデューサーは、プラシャーアントの父、チャガラジャンが務め、オリジナルのメンバーを起用して2014年5月から、制作を開始することになっていた。しかし、2014年1月に、アムリトラジは、プラシャアントとチャガラジャンに、続編の権利があるとは信じておらず、制作の実現可能性について、疑問を呈した。 2016年2月、プラシアーンとは続編の企画が進行中であることを公表した。ありがとうございます。